こんにちは、すみなです。大阪府と奈良県の県境、水越峠に来ております。今日はこれから金剛山山頂へ向かって歩いていきたいと思います。それでは、行ってみます。駐車場の看板も雰囲気が変わってまいりました。緑がすくすくでございます。旧の国道309号線を歩いております。バス停の前を通過してまいります。それではこちらで右手へと入ってまいります。あれ、ゲートが開いてますね。ダイヤモンドトレイルの表記も草で覆われておりますか。林道ガンドガコバ線でございます。水の流れる音がだんだん大きく聞こえるようになってまいりました。まもなく沢に沿って歩くようになってまいります。県境尾根ルートはこちらを右手ですかね。直進してまいります。はい、水場で少し休憩してまいります。金剛の水、いやー相変わらず気持ちいいですね。気持ちいい。水場で休憩しておりますと、仲のいいお二方にご夫婦ですかね、隅田さんとお声をかけていただきました。お二方は本日はカヤンボ谷で登られるそうでございます。おかげさまで元気の増す思いで歩みを進めております。ありがとうございます。ダイヤモンドトレイルで歩かれる方はこちらの橋を渡って、山頂近くへと続いております。私は本日こちらを直進いたしまして、大好きなもみじ谷を歩いて山頂を目指していきたいと思います。前回もみじ谷を歩いたのはまだ雪がある時でしたからね。1月ですかね、きっと。本日は初夏のもみじ谷本流を歩いていきたいと思います。あ、何か掲げてくださってるのかな。あ、なるほど、カヤンボ谷こちらですというご案内がございます。カヤンボ谷、そしてサネオの取り付きですね。林道をそのまま歩いていきますと、不当砦の方につながっていると思うのですが、まだ歩いたことがございません。私はもみじ谷へと進んで参ります。こちらのルートにはいくつもの堰堤がございます。まずは一つ目の堰堤を越えて参ります。番号も記されております。
こちらの方がよりくっきりとっていう感じですかね。はい。わあ、気持ちいいな。ゆっくり歩いてまいります。おや？おやおや？おお、なんときめ細かな。いやー、芸術作品ですね。はい、2つ目の園庭まで参りました。なんかより数字がくっきりと見えるようになっているような気もいたします。はい、2つ目の園庭を越えますと3つ目の園庭がございます。3つ目の園庭を越えますとこのような景観でございます。こちらの倒木があるということは狼谷との分岐のポイントですね。はい、狼谷との分岐のポイントに参りました。狼谷は向かって右手となります。そして正面は狼尾根ですね。かなりの急登でございます。私は本日もみじ谷本流ルートを歩いてまいります。おお、これはまた、うわー、気分は拍手喝采でございます。もしやいやー、きっと金剛さんを、もみじ谷を愛してらっしゃる方がお作りになってるんでしょうね。はい、4つ目の園庭が目の前に見えてまいりました。4つ目の園庭を越えますとこのような景観でございます。なんとも楽しそうですね。いやー、楽しいですね。ありがとうございます。冬のもみじ谷は長く伸びたつららも美しくて白い雪化粧の中を歩いておりますと心が透き通ってくるようなそんな気分にもなれますけどね。
この季節のもみじ谷は歩きながらエネルギーを注いでいただけるようなそんな気分です。流れ落ちる滝の向こうに次なる堰堤も見えてまいりました。この辺りは少し慎重に登ってまいります。こちらにはしごがございまして、はしごを登らせていただきます。美しいですね。ツツジですかね、こちらで流れが2つに分かれておりまして、向かって右斜め前方へと歩みを進めてまいります。この辺りのまるで走り抜けるような水の景観もとってもいいですよね。美しいもみじ谷をゆっくりと登っております。はい、次の堰堤まで参りました。こちらから登っていけるのですが、もう少しそばまで行ってみようと思います。はい、それでは堰堤を越えてまいります。この辺りは少し急でございます。6つ目の堰堤を越えますと、このような景観が広がっております。今にも動き出しそうな流木のお隣を歩いてまいります。
本流ルートと旧本流ルートとの分岐のポイントでございます。旧本流ルート、そして本流ルートでございます。私は本日は本流ルートで登ってまいります。もみじ谷本流と、こちらは左手に登らずに直進してまいります。ちなみに左手へまいりますと、かなりの急登でございます。この辺りまでまいりますと水の流れも地表から姿を隠しております。この辺りから道がつづら折りに登るようになってきますかね。はい、道が合流いたしました。こちらは、右手に行こうかな。葛城神社様へとお礼参りに上がります。本日も美しい景色を見せていただきありがとうございます。はい、無事に下山してまいりました。登りに今後の水のところでお声をかけてくださったお二方と山頂でもお目にかかることができました。早んぼなりもなかなか良かったそうでございます。励みになるお言葉を賜り感謝申し上げます。おかげさまで本日も楽しく山歩きをすることができました。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。